0088ワイルドウエストは、1965年から1969年まで制作されたアメリカ合衆国のテレビドラマ。全4シーズン104回。制作、放送は CBS テレビ。西部劇をベースにアクションや SF 的要素を盛り込んだテレビドラマ。1999年にリメイク映画ワイルドワイルドウエストが制作された。 南北戦争後、大統領の密命を受けた、シークレットサービスの諜報インジム・ウェストと、アーティマス・ゴードンが、様々な敵からアメリカ合衆国を守るために戦う。主演のロバート・コンラッドとロス・マーティン。悪役ラブレス博士役のマイケル・ダン。第1シーズンは、金曜8時枠の連続ドラマ、後富士テレビ系列月曜8時枠の連続ドラマ枠で、0088、ワイルド、 ウエストというタイトルで放映されたが、これは8チャンネルのフジテレビで8時からの放送だったためである。途中からワイルドウエスト危機脱出に変更された。その後、第2シーズンは東京12チャンネルの火曜8時枠の連続ドラマ枠で隠密、我慢のタイトルで放映され、 第3シーズンは1969年4月から1970年3月まで、東京12チャンネルの月曜20時代に、西部のスパイ作戦のタイトルで放映され、途中からワイルドウエストに変更された。ありがとうございます。